日程東京ベルディベレーザーに加入しました背番号2番木崎葵です。伝統のあるクラブの一員になれることをすごく嬉しく思っています。チームの力になれるように全力で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。日程東京ベルディベレーザーに昇格しました背番号15番土方麻也です。私のゴールに向かうプレーや積極的な前線からのプレッシングを見てほしいです。よろしくお願いします。日テレ東京ヴェルディベレーザに昇格しました背番号24番柏村奈々です。サイドバックとしてスタミナを生かして攻守において走り、後ろからの攻撃参加を武器としています。ベレーザの勝利に貢献できるよう私自身もっと成長して日々サッカーと向き合っていきます。応援よろしくお願いいたします。日テレ東京ヴェルディベレーザに加入しました背番号23番宇治原里穂奈です。瞬発力や予測や直感からゴールに絡むプレーを武器にチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いします。私はメニナに入った時から常に目標としていた存在だったので、の加入昇格できるって決まった時の気持ちは嬉しいのと同時に、とてもワクワクしました。はい、私はオファーをいただいた時に、本当に常に戦っていて、本当に強豪クラブというか皇后杯も優勝されましたし、そういうビッグクラブからお声をいただいたっていうのはすごく嬉しい気持ちでいっぱいでした。私は、昔から、ベレーザでプレーすることが夢だったので、昇格が決まった時はとても嬉しかったと同時に、すごい高いレベルで、プレーするということで、より身が引き締まる気持ちにもなりました。自分はまさかの出来事で、あまり実感がその時は湧かなかったんですけど、もう一度緑のユニフォームを着れることにとても嬉しく思いました。まず土方はフォワードは今非常にクオリティの高い選手がそれぞれのまた個性が違った選手がいる中で、そのライバルとして、臆することなく、練習の時から自分を出してライバル争いに入り込んで、スタートで出ることがあるかもしれないし、でも10分でも15分でもピッチに出た時に、その時間の中で何か結果を残す、そういう活躍を貢献をしてもらいたいと思います。で、木崎においては、どこのポジションになるかですけども、臆することなく自分の強気なプレー、それが強気な判断、ミスを恐れることなく、遠慮することなく力を出してもらいたいと、できると思ってますし、はい、から、カシメラについては自分の良さを認識しているので、そのプラスアルファの例えばクロスの良さとか、意外とちょっと弱気なとこあるんで、もっともっと強気にプレーして自分自身をもっと磨いてほしいと思います。あと宇治原は、何をやるかわからないような存在でもあるので、もしチャンスをもらった時に、その時にやはり点に直結するプレー、安全な判断でバックパスばっかしてるとか、誰かにパスを預けるとか、そういうプレーじゃなく、出た時にゴールに向かう自分の良さを出してほしいと思います。船木は、今日ちょっと体調不良で来れないんですけども、メニーナから、早稲田に行って、そこから帰ってきた選手で、早稲田ではキャプテンもやってまして、非常に全体が見える選手です。で、彼女は、ディフェンスラインならば両サイドバック、それからセンターバックもできるので、そういうユーティリティ性を、大事にして、で、そうですね、やっぱ予測のすごくいい選手で、相手のボールがやっぱ奪える、それから
ロングフィードもできるので、いいフィード、それからいいクロス、それとそういうところが持ち味な選手です。はい、全試合拝見させていただいたんですけど、あの拝見まあ、やっぱフォワードなのでフォワードの選手に目が行くのはあれなんですけど、まあ、前田大然選手とか浅野拓磨選手とかにはすごいセンターフォワードとして注目する部分もありましたし、その一人一人やっぱ役割みたいなのがあるので、その自分も前線 その積極的なプレッシングとかは武器にしているので、その前田大然選手のスピードとかスタミナだったりっていうのはとても参考にさせていただきました。私は、日本でいうとやっぱりそのスペインドイツにあれだけの戦いをしたっていうところは、まあ、本当に目指すべき場所というか目標だなっていうのはすごい感じました。で、まあ、他に個人的にアルゼンチンをすごく応援していたので、その、まあ、もちろんサイドバックもすごく注目してたんですけど、やっぱりメッシ選手がすごく最後に喜んでいたのを見て、私がすごく個人的には嬉しかったです。以上です。私も全試合見ていて、その個人的に田中碧選手は同じ高校の先輩だったので、すごい、地元も近くの選手がこうやって世界で活躍しているのを見て、私も勇気をもらったし、目標にしたいって思いました。自分は日本では堂安選手のような限られた時間で得点っていう結果を残した部分だったり、見ててワクワクするようなプレーは自分もそう思われるような選手になりたいなと思いました。皇后杯で、すごく選手が成長して、チーム内のコミュニケーションも本当によく、いい戦い4試合できたと思います。で、あれがベレーザの新しい今年の、形なんですけども、でもそのチームから、まあ、三浦成美が、アメリカに行き、でこれからの戦いは、13試合続くので、怪我とか体調不良とかいろんなことが起きると思います。しかしチームでそこを補って、各人の成長があって、ここにいる4人はじめ、若手の選手たちがやっぱどれだけ成長するかというのがとても大事だとスタッフでは話しています。でチームとしては、前線からの守備、切り替えの速さを徹底して、選手に、要求をしていきます。その上で攻撃面では、皇后杯でいい形ができてきたんですけども、やはりサイドからの攻撃、クロスボール、皇后杯でもかなりクロスボールから点入っているので、そのクロスボール、それからペナルティエリアの中に入るためにやっぱり浮き球 のキック、受け、相手のやはり背後に取る、その多様性をつけて、最後のフィニッシュに至るところでやはり点を確実に入れられるように意識を持たせていきたいです。首位のアイナクさんとは勝ち点6の差があるんですけども、まだ2試合残っているので、まだまだ先は分からないと思いますし、それからウィーリーグの他のクラブも非常にこうレベルアップしてきているので、簡単にアイナックが、まあ、浦和が、それから内が勝てるかっていうとそうでもないと思います。ただ我々は先を、まあ、見すぎないで一戦一戦勝って力尽くして勝っていって、諦めないで、で最後に2節ぐらいになった時に、まあ、何チームでもいいですけども優勝争いが盛り上がる、そして最後に自分たちが勝てるサッカーになると
そういうふうに成長していきたいと思ってます。はい、私はフォワードの選手なので試合に出た時に必ず点を取ってチームを勝たせられる選手になりたいと思ってます。はい、私は、チームに出場した時には、まあ、やっぱり自分の特徴を出せるのと同時にそのやっぱそこで勝つってことがやっぱり一番はすごく大きいことだと思うので、まあ、その勝利っていうところだけに結果ってところだけを目標に頑張っていきたいなと思います。私は日々の練習からもっとアピールして自分の良さを出し続けて試合に絡んでいけるようにしたいです。自分は少しでも早く試合に関わるためにも練習からもっと成長してもし試合に出してもらった時にはそのいい意味で試合の流れを変えられる選手になれるよう頑張りたいと思います。3月19日、お昼の仕事、来てください。